何をやっているんです先輩。お茶を落としてしまって、つい、こんばんは。失礼、私の恋人の桜川九郎です。彼には妖怪が混じっておりまして、雪女にはとんだ怪物に見えているのでしょう。怪物？あのものは人魚の肉を食らい、さらには別の妖怪の肉も食らって驚異の力を得たという化け物なのだ。そんな風には見えないが、俺よりよっぽど可愛い顔してるぞ。いや、私から見るとあれは、あのものは。それに比べればお主のなんと面こいこと。